ですか？なんか今日目が調子悪いって言ってる。調子悪ピマルって言ってる。うん、髪の毛ね全然サラサラじゃないんだよ。もう全然なんだけど、でもありがとう。ミナラン、ナベちゃん、アナさん、ゴキザリン、プリリ、フッシー、アンタロー、ヨーヨー、ホルホース、フッシー、ジョンタロー、レフバン、プリリ、こんばんは。待ってね。よいしょ。よいしょ。ん？よいしょ。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 あー、じゃ。充電抜けちゃった。充電したもんないよ。やっほー。目開いてなかった。本当に？今日も一緒ぐらいじゃない実際。ヨッピー、マサプニー、ダルマ、アラさん、こんばんは。スクショ見たんだけど、なんか普通にいつも通りな気がした。ちっちゃかった？わかんなかった。わかんない。なんかいつも小さいのかな。よいしょ。これはみなせぬれさんが前着てたお洋服を特定して買ったお洋服だから、色違いだから、まあ、実質みなせぬれさんと色違いのお洋服を着てるシーマナって感じ。マコこんばんは。ヤッスありがとう。テントありがとう。ヨッピーかわいい、ありがとう。シーマナがかわいいだって？本当にそうか？ミッキーやっほー、あれマコやっほー言った？てかその服かわいいですね。だからみんな気づくの早すぎる。ケル、もしかして下の好きな方？みんなちょっとメイク足してます。目が薄いので今日ちょっと待ってね。よいしょ。ズメキンヤッホー、もしかして下の好きな方って今半目なんだけど、ちょっと待ってね。ちょっとピンク色血色ですね。血色。よいしょ。ヤッホーみんな。カイザー、ギンチベーラ、こんばんは。英作、ダラッキー、レタスフグ。てかね、今日誕生日の人いるんで、実は来てるかな。今日誕生日、オンラインの時に教えてくれたんだけど、誕生日の人がいるんだよ今日。待って、今日新物忘れてた。今日お礼書いて写真撮ってとか言った。チーンチーン、終わった。やばい、やっちゃった。最悪、 CD のお礼ごめん。今日なんかわごめん。ケーキもらったりして写真撮ったり、あのケーキ食べなかったんだけど、結局新物ちょっといちご入ってたんで食べなかったんですけど、写真撮ったりとかしてたわ。ごめんちゃい。深夜こんばんは。まさこんばんは。 KR ジョイこんばんは。トレキューは食べてないんだけど、いただいてきた1個。いちご入ってた。エレメント、ヤッホー、さくらちゃんに食べてーしたら、いいよーって食べてくれたからあげた。あげたです。てかなんかね、新物ね、なんかチョコケーキもあったらしいんだけど、なんか自分が行った時にもね、もうなかった気がするんだよね。わかんないけど、あったのかな。ダメンツナッツ貼ってありがとう。もうそう、みっちゃんにお弁当の一番おいしいお弁当の要と言ってもおかしくないぐらいのエビフライを今日いただいたんだよ。で写真撮ってもらったんだけど、なんかそう、まあ、みっちゃんにその写真を出せるのか聞いてみて。今日はこちら、こちらお名前がブルージェリーティントのピアコーラルちゃんつけてます。なんかこの韓国風メイクにすごいなりやすくて、この何、ちょっと内側にちょんちょんってこうやってつけてってやると、すごいなんかめっちゃ可愛い色が発色する。可愛いピアコーラルちゃん。なんかね、ちょっとさっきつけてみて、やば、めっちゃ下の可愛いじゃんって思っちゃってっていう。すごい色良くない？発色めっちゃいいなって思ったの。そうね、ちょっと今塗ってんの。
気持ちいいでしょ。なんかキスしたい唇になるでしょ。うん、気持ちくなっちゃう。カイザーかわいい、ありがとう。またひなきもかわいい、ありがとう。ヨヨもかわちありがとう。ミヤランが似合う、ありがとうございます。すごいこの発色が良くて、なんかなんかなんだろう、トゥルトゥルリップって感じ。すごいトゥルトゥルするので、これね甘いの。もしこう口に入っちゃってもなんか甘い味がする。うん、なんかトゥルトゥルじゃない。すごいトゥルトゥルリップです。すごいよくない。うれしい、ありがとう。ありがとう、テンタ。はい、チーズ。ありがとう、フェシー。あ、キンチペーラめっちゃ可愛い。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。とも可愛い、ありがとう。なんかキスしたい感じになるよね。めっちゃキスしたいリップじゃない？って思ったんだけど、すごいなんか蒸れるって思った、これ。めっちゃ蒸れリップ。ありがとう。ねえ、大好き来れなかったんでしょ？残念だけど、でもまたね、リアルトークで会えるから。残念だけどまた会おうね。よしはる、こんばんは。でも画面にちょっとよ。うん、ちゃんとして心配ない。ありがとうね。たまにさ心配なんだ、やめて。オケから、ありがとう、ありがとう。フッシュパラセット、ありがとう。ありがとう。すごいなんかいいリップだなって思った。めっちゃ良くないリップっていうね話。横顔、うんうん、ここほくろあるんですよ、今の。てかちょっとここが欲しい。あ、でも結構入れちゃってたからダメだ。うん、ひなきかわいい、ありがとう。ありがとうございます。まかかわいい、ありがとう。エルファンさん、ありがとう。ハート、うん、キスも、なんでなんで。示した親戚、なんかあるんだ、いろいろ。うん、なんかマイク、ヤッホー、ソウル、ヤッホー。なんかいいこと、いや特にないです。普通にリアルトークみんなありがとう。今日リアルトーク、リアル個別トーク会でした。ありがとうございます。なんか最後ということでね、やっぱちょっとあの泣いちゃってる人とか見て、なんか一緒にもらい泣きとかもしちゃったりとかいろいろあったんですけど、無事最後を迎えることができて、なんかリアルトークって今日だから3日じゃないですか。であとあのか活動終了までね、あと31日もの28日あるんですけど、なんか今日の時点でもうこんな感じだった。私は当日どうなってしまうんだろうみたいな、ライブ当日ってぐらい、なんかこう皆さんの顔見てすごい元気もらったし、もう悲しい気持ちにもなったしがあったんだけど、でもね無事最後までね、ちゃんと自分自身を自我を保ち続けて終わることができたんで、
もう良かったなって思います本当に。またリアルトークしてた私。私結構ねこうリアルトークに行っちゃいがちなのオンライントークの時。そうともハートやっかありがとう。ありがとうございます。ちょっと行っちゃいがちなんだけど。ちょっと違う世界にね。うん、あふっしーありがとうテント。ありがとうございます。え、マジでさ萌えちゃんって今はじ初めて応援してくれた時高校生の方だったんですけど、大学生なんですけどね、本当に垢抜けしてびっくりした。めっちゃ久しぶりに会ったんだけど、トマハートありがとう。マイクホラーありがとう。マダヤエスちゃんありがとう。もうパラシュートよパラシュート。私がパラシュートっつったらパラシュートなの。やばい考え。ミヤランありがとうエスちゃん。うん、ヨッピーマヒチありがとう。ありがとう。フシマヒチありがとう。ありがとう。島の素晴らしさ忘れて。本当に嬉しい。なんか褒めてくれんだよね最近みんな。さとぴこんちゃふっしー愛してありがとう。うん、あとはねもう一人いた、じゅんたんだ。じゅんたん愛してありがとう。ありがとう。ともハート500ありがとう。ちょっとヘラい感じでいくから。ありがとう。うん、本物のパラシュートのことはパラシュート。うん、そうだよ。シマナガカラスが白いって言えば白なの。やばいやつ。こういうこと言ってるから最近シマナメンヘラって言われるんだよ。めっちゃメンヘラじゃないし、そういうキャラだし。うん。そう。くにちゃんこんにちは。電車止まって今日中に家に帰れないことがほぼ確定。つらい。くじたま満喫行きな。辛いねそれは。ゴールデンウィークなんか空いてないかな。でもない、ね、辛いよ。日本に来て表情を顔に出す出にくいのが苦手。私はエイジでおください。我慢するんで顔に、うん、リ・カウパーさんは表情を顔に出すのが苦手なんですか。大丈夫だよ。だって今マスクの世界だもん。だから変なねこうやっちゃいけない時に笑っちゃったりしても隠せるし、私逆に言ったら表情がなくてもうんって笑う声だけ出しておけば笑ってるように見えるから大丈夫、気にしないで大丈夫だよ。うん、ポリリありがとう。ありがとう。うん、ゴールデンウィークもいっぱいだったらそれは悲しいのなんか確かに。ミナルショーゴこんばんは。シモンとオンライントークした後求人レタス死んじゃダメ、じゃあチューしてあげる。シモンのに聞きたいことが大好き大学生見えた。マスクひよそら、確かになんかここやっぱ痛くなるんでしょ毎日剃ってると。あ、ありがとうみんな。今日はキスしたい唇のシモンが837日を迎えました。ちょっと偉いかな。ありがとう。ありがとうございます。僕も作詞でした。じゃあフッシー二度殺しで。キスの日だって今日は。うん、肌荒れするんだ、やだね。うん、大変だね。なんでヒゲって生えるんだろうね。なんか守りたいものがあるのかな。何が守りたいんだろうね。なんか毛が生えると場所って守りたいものがあるっていうじゃん。髪の毛だと頭を守りたいとかさ、うん、まあ、手の毛とかちょっとわかんないけど手守りたいのよきっと。こんな辺の毛とか、まあ、それ生きてたら出るわけよ。鼻毛とかだとさ、なんか鼻からのこうなんかゴミの侵入を防ぐためとかさ言うじゃん。え、じゃあヒゲは何だって思う。ちょっと聞きたい。うん。
もう低くなる、口が傷だけ。そんなことないよ、エイン。そう、今日のベッド可愛かったな。あ、あれあれね、めっちゃ売り切れ続出で、なんか畑田がモデルさんで来てたらしいんだけど、エブリンさんのもうマジ売り切れのドットワンピースドットなんとか OP みたいなやつで、もエブリンのトップページに出てくる。うん、守れなくなった人もいるけどね。どういうこと。クロちゃんの背中の毛は多分後ろからの、結構クロちゃんっていつもさ死角を狙われてるわけ。うん、後ろとかをいつ刺されるかわかんない状況なくて、背中を守ってるのと思う。うん、変なこと言わないための入れた。うん、三浦こんにちは。ひげあるけどメリットありません。やっぱない人の方が多い。うん、ひげ男子好き。なんか整えてたら好きだけど、なんかまあさ、ブワーっていうのはちょっと剃った方がいいと思う。厳しくいくよ、シーマナは。あのみんなに甘くないからね。特典誰かとか別にいないんだけど、あのなんかブワーって入ってたら剃って。わかんない、まあ、マスクしてるからいいんじゃない。ラッキー、ラッキー好きだよ。そう、そう、クロちゃんはね敵から守ってる。青ひげなくなる、サンタクロース、そう、サンタクロースとかならいいと思う。うん、強く見える。でもダンブルドアもいいと思う。ダンブルドアはなんかここで結んでるからいいと思う。あそこまで行っちゃう、でもあそこまで行くまできっとブワーってなってたと思うんだよね。そう、うん、ダンブルドアはここ結んでんだよ、ここでリボン。知ってた？私ハリー・ポッター大好きだから見てるけど、とりあえず取れて、早い早い。うん、じゃあそれは。まあでも今さマスクだから正直そんなにいいと思う。ただなんか大事な時、結婚式に呼ばれましたとか言って、でご飯食べる時にひげがブワーってなったら、やっぱり自分的にも恥ずかしいなって思うでしょ。その時は剃った方がいいと思う。うん、あの TPO よ、 TPO。 うん、CM のトリアルトークするときに急にマスク外したくなってバッてやるときに、わーって、もう多分それやったら多分あのスタッフさんに連れて行かれると思うんだけど、もしそうなった場合ひげがバーって生えてるよりはやっぱりあの整えてやるか剃ってやるかがいい。うん、丸猫こんにちは。うん、リアルトークで久しぶりに行くから、え、絶対分かる自信はあるんだけど、ただ萌ちゃんがちょっと垢抜けすぎてんだよね。これちょっと可愛すぎて、もうなんか芸能人の方ですかってなっちゃうかもしれない。もしかしたらガクヤン、こんばんは。うん、うん、え、待って、ネタバレした？シムの今なんかのネタバレしてた？え、ごめん、何のネタバレしてた？ごめん。うん、あれ、俺の時偉い偉い。うん、タイヤガンちゃん、ターボーカーマイン、こんにちは。カメちゃん、こんばんは。うん、恥ずかしいからもうそうなの。でマスクの世界になってもう慣れちゃった。シーマナは早くマスクの世界をやめてほしい。あ、ごめん、すね毛はシーマナね、あのごめん、めちゃくちゃね、シーマナねちょっとね、あのいたずらっ子の性格だから、すね毛が結構流行ってるとガムテープ貼ってベイってやりたくなる。割と短髪と長髪、長髪っていう、あの重め。みんなに前髪も重め。似合いそう。うん、それ前に言われたわ。言ったの、シマナ。あ、もう結構変わってないんだね、ずっと。私やろうとしてるらしい人のやつ。すぐにすぐ、シマナ昔ありがとう。かわこんにちは。今日誕生日いるんだけど来なくない？うん、重めっていうのはね、なんかあの下北系男子。わかんない、あのバンドマンみたいな。こんぐらいでこうやって重い感じ。結構
私は好きなんだよな、うん、シーパパはシーパパのは言ったことある、それさってガムテープつけてさ剥がしてもいいってやめてっつって長ズボンで隠されるそう、うん、多分シアナそういうの好きなのか分かんない、なんかそういうのしか思いつかない。でもみんな自分に似合ってる格好したらいいんじゃない、髪型別に特になんかこれじゃないとダメっての特にないですけど、オシャンティーだなって思うの、古着着て、分かんない感覚がまだ大学生なのかもしれないけど、古着、自分がやってみたいのかも、古着系の人でもさ、チモナ全然古着系の人じゃないじゃん、みんな分かると思うけど憧れるんだよねさあそうなの、重りつけていきますやばい前髪伸びちゃうよ、うん、名人こんにちは、うん、前髪上げていけど大好き、いやいいと思うよ、うん、おしゃんおしゃんめっちゃおしゃん絵に描いた T シャツ、そう大学生男子はみんなマシな、わかる、だけど私女子大だからあまり知らない、偏見なんだよね、うん、古着ってなんか安いから買うんだって、新物おしゃれで買うんだと思ってたの、みんなもうおしゃれのために古着買ってるよって思ってたんだけど、そうじゃなくて安いから買うっていうことを知って、古着コーデでもね、古着コーデとか言ってる人は大体高い古着買ってるのよ、相場が上がってる古着買ってるの、女性の古着とか基本あの売り値何自分が買った時よりもあの古着になって売られる方がね高かったりするんだけど、うん、店によってもね、そう古着は安くなるらしい。昨日髪切って清潔感、めっちゃいいじゃんマコ、うん、新しい服をいっぱい買う人、うん、なんかね新しい服、最近の流行りの服を買う人、うん、おじさんと年取って違いが、エインってそんな年だったっけ、潔癖症なんで、そうなの、古着ダメなの、新物全然いけちゃうんだよね古着洗えば、うん、そうなの。マサヤこんにちは。あ、そうヴィンテージもんとかもね高い。うん、マヤに行きたい。平がっちゃう。ふスタッフさんに、あ、すいません、あのお静かにしてもらえますかって言われるやつだ。うん。見たことない形とかあっていいですよね。ね、なんかさ、すっごいふわふわのさネグリジェみたいなの欲しい。わかる？なんか帽子かぶって、すっごいふわふわのウェンディーみたいな、ウェンディー？ピーターパンのウェンディーみたいな服ネグリジェパージャーマ、うん、マサヤこんにちは、カツーこんばんは、うん、最近やった大学生感覚が抜けなくなるそうだよね、セカストとかたまに半額する、セカストって何、うん、古着運悪くなるらしいから買わない、そうなの、そうなんだ、知らなかった、うん、サーコーナーってでも強制的にいなくさせられるかもね、ネグリジェなんてね、なんて初めて知った、ネグリジェだよネグリジェ、オシャンティでしょ、うん、スーターオス、ウェンディって青い、そう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 、ウェンディは青い服です、そう夢の世界へ、ははごめん危ない危ない危ない、バンされちゃうわ、うん、セカスト、何セカストって、何セカストってちょっと言って、うん、スータンかありがとう、お下がりで新物にいらない服をください、めっちゃあるけどね、めっちゃあるけど、冬物とかなら全然あげるけど、使う、ネグリジェ、うん、やつセカンドストリート知らない、何一応調べるわ、何セカンド2個目の街、違う道、待ってライン来て、あ、リアル東海の話だ、セカンドストリート、何これ、行ってみたい、何これセカンドストリート、気になる、5月8日まで最大 50% オフだって、ちょっとかっこいい服欲しいな、セカストで知らなかったくせに言う、みさままこんにちは、うん、下北系男子になるかな私も、うん、CM、 そうなんだ、全然知らなかった、私も下北系男子になるね、
あ、ファーストキッチン行こうかな明日。ファーストキッチンでね、なんかすっごい美味しそうなね食べ物が出てるんですよ。ファーストキッチン、うん、よいしょ。で期間限定系なんだけどさ、なんかあんみつ系のやつとかすごい気になってて、期間限定ないの？ハンバーガーサンドイッチ、あ、これカリカリ梅のタルタルタスタバーガーめっちゃ気になる。カリカリ梅とマヨネーズ、え、合うの？カリカリ梅とマヨネーズって合うの？商品化してるってことはきっと合うってことだよね。うん、そう、私もあのあれになる、下北系男子、あのちょ、何、ボーイッシュな服着てみたいから。うん、新物ってさ、なんかちょっとガーリー系じゃん、ガーリー路線でしょ、あの計らずもなんていうの、私はもっとつなぎとか着たいんですよ本当は。で似合わないの、もう体がそれを許さないわけよ、わかる？新物の脳みそはもっとつなぎ着たい、もっとキャップかぶりたいって意思があるの、なのにもう体が許してこないの、それを。お前はそんなに言わないよって言ってくるのね。だから新物もちょっとボイッシュ系がいいの。うん、そうだから男子だったら付き合わせマーコー、うん、そう、新物将来なんか夢見る売れないバンドマンとかに引っかからないでねどういうこと？千穂ちゃんこんばんは。うん、下北の下村がいいねしたなんか最近めっちゃ食べ物いいねしてるじゃん、みんなにめっちゃ見られてるの超恥ずかしいんだけど。うん、そう、そうね、キョンタマガーリー目指そっか。白石麻衣ちゃんみたいな帽子かぶりたい、え、どんな感じ？私でもバケハンはかぶりたくなくて、キャップがかぶりたいのよ。白石麻衣、以上。インスタ、インスタに載ってるかな。あー、どんなんだろうな。朝日スーパードライ飲んでる写真が上がってる、うん、どんなんだろう。一番最近の YouTube、 よいしょ、動画、え、ディズニーに行きましたかな、ディズニーに行きましたね、合ってます？でもなんか頭に違うものついてるよ。うん、まさにバケハ、バケハはねちょっと似合わないから。そう、なんかディズニー行ったやつでさっきちょっと見た、あー、バケハね、あ、新物似合わない系だわ、これ、これはねちょっと、うん、新物のさん、ロンハーにチラッて、嘘嘘、え、さっき見てたのに、ずっと録画してたかな。うん、広重こんにちは、せーの、なんだかい、ヤヌアルこんにちは、あくびしたのバレてるの、ウケる、プププ、うん最初は帽子かぶって、そうなんだ、あー、見てた見てた、今見てた、そうなんだじゃないわ。うん、ね、そこのとこさ、なんかあの動画で撮って DM で送ってくんない？新物多分見れないから、お願い、待ってるから、うん、ちょっとそこの部分だけお願い。広重かわいい、ありがとう。売ったりしないから、うん、最近思ったっけ、一平ちゃんの CM してるバッサーに似てる？一平ちゃん、一平ちゃん、もう一回あくびしちゃった、二回連続であくびしたの誰やねんっつって、うん、チーマナ、チーマナ、これつけよ、これつけて元気出すわ、スズ子になるわ今から世界観謎なんだよな自分の。うん、トモありがとう、うん、うん、ありがとう。新物水曜日だね、それもさ動画撮って送ってくれる、できるでしょそれ。うん、じゅんちゃんかわいい、ありがとう、ありがとうございます。あ、
ひろしげ可愛いって言ってる。ひろしげが可愛いって言ってるよ。ありがとう、可愛い。スタンも可愛い、ありがとう。クマハートちゃん、ありがとう。ありがとうございます。専門な千秋楽のお洋服買ってない、今日パーふぅ。まや、こんにちは。うん、カフェイベントありがとう。みんなお友達さんとか連れてきて。シーマナのさね、ちょっと一つお願いがあるんだけど、シーマナのタオルを持ってきて、なんか盛り上げようよ。なんかトークイベントだけどさ、やっぱなんかタオルとかあったら絶対盛り上がると思う。色もうシーマナの面からさ緑になったわけよ今回。やっぱさ緑ってさ映えると思うよ。そう、シマのプライベートでフェス行く？なんかそれっぽい人結構いたんで。シマのねプライベートでフェス行ったことない。フェス行ったことなくて実は。え、行ってみたくてフェス。だからフェスを形から入るタイプだから。フェスに行く服買ってみようかなって思ってますってユニバーサルの人に言ったところ買いたことはない。クッション、クッションもいいよ。うん。サバイバー、もうちょっとサバイバーのタオルだけでいいよ。うん。そう、フェスには出てました。うん。そうなんです。ああ、昨夜かにあくびもっと映したよ。はあ。ポリで全部送って、それ。うん。兄様当たんなくない？たまくんこんばんは。うん、じゃあわしが忘れて、え、なんでひなかちゃん忘れるってどういうこと？ん、どういうこと？ひなかちゃん忘れるってどういうことですか？忘れることなんかないでしょ。うん、狭く深くだから。ああ、ファン参加型のゲームって何するのかな。ちなみに俺もトークショー何するんだろう。やっぱファン参加型だからさ、殴り合いじゃない？やっぱ殴っていくんだよ、みんなのこと。バコンバコンね。ボーボーヤッホー。うちはいいよ。ありがとう。ボーボーヤッホーね。丸バツクイズやった。あ、やったかも。キャー、あ、シーマナが、あ、そうだ。ステッカーもらえたの前。シーマナが朝ごはん食べたと思う人、食べてないと思う人、つって。で、シマナが食べてるのに食べてないって言った人は失格。もうステッカー権利なくなる。結構ね凄まじかったよマジ。3人の、最近のなんかやってることとか、あとなんか趣味とか好きな食べ物とかマジで把握しといた方がいいよ。そう、うん、シマナのファンの人はシマナのことは分かると思うけど、でも質問は3人分だから3個でとりあえず全員剃り落としていくからね。シバムこんにちは。うん、殴り、グーパンで殴り合いだね。そうだから、もしそういうのだった場合はちょっと分かってみた方がいいかもね。そうっていう質問が、もしかしたら前回と同じならそんなイベントがあるかもしれない。うん、そうライブハウスでヘッドバンキングしすぎて筋肉痛。ヘッドバンキングしすぎるとさ、あの次の日さ首が動かなくなるのって。ねえねえって言われたらもうこうじゃなくてこうなっちゃうらしいよ、首が痛すぎて。タクこんにちは。キンカーこんばんは。レタスありがとう、嬉しいと。うん、でも手刀は多分警察に捕まるよ。ビンゴ大会。うん、あやしのなんて毎回さ、やばいやばい。ヘッドバンキング、ヘッドバンキングムチ打ち。うん、シーマナの配信はみんなをシーマと眠い世界に誘う配信だから、だからみんなが眠いっていうのは正解なんです。あれ言い訳言ってるよ、シーマナがなんか言ってるよ。うん、殴りは良くないです。確かにね、良くなかった。反省しまな。なんて日だ。手がったの忘れる。やばいやばい、手がったの。ピシピシピシ。首何回打ったか。3回。フッシー、ありがとう。はい、チーズ。じゃあちょっと偉い感じでいくね。
ありがとうございます。どう、減らかった？さ、目が覚めます。目覚めして、えいはった、ありがとう。手刀、何手刀って、飼育菓子作る配信機、シマナが今から、えいはった、ありがとう。三国志、これはね、あのスヌーピーです。シマの頭にスヌーピー抜けてやんの、ピョンピョン。手刀、あ、手刀っていうの、えいはった、よくありがとう。シマナは日本史取ってないからわかんない。シマナ世界史だったからわかんない、言い訳言うてやん。でも拷問器具めっちゃ知ってっけど、シマナ拷問器具と死刑のやり方知ってっけど、海外でちょっと知ってわかんない。レタスオッケーして。えい、ありがとう、ありがとうございます。車を走らせるので川大きいして。カトゥーンの内臓を塩辛にしたやつ。日本史取っててもわからないから安心して。萌えちゃんがいた。マンダリ無料ガチャ、お手当たってでしょ、あんた、おめでとう。言い方がギャルもどきなんよ。え、ギャルになりきれてないってこと？島に嫌われたらどんな拷問に掘りできない、もう知らないんだから。プンプン、ね、今日誕生日の人来ないんだけど、えい、ありがとう、バラ、ありがとうございます。世界史語らないので思いづらそうな、そうです、めちゃくちゃ思いづらいです、死ぬかと思った。アレクサンダーなんとかかんとかめっちゃ長かった。ドラッキーレインボースター、ありがとう。マジパニピウィスー、マジチョメリボー。シーマナの配信に来てくれる人は明日マジチョメリグーな人生になるよ、安心しな。プンプン、うざ。プンプンって何、指の動き最高じゃん、めっちゃいいじゃん。ちょっと待って、もう一回。プンプン、ごめんごめん、一応面白くないやつじゃん。打ち合う受け、打ち合う受けって一人だよ、一人打ち合う受け。ドラッキーありがとう、レインボー、ありがとうございます。やばいね。嘘。わかる、同じ人に見えるの。やばすぎるけど、でもなんかわらわらって言ってくれてるからきっとみんな面白いんだと思う。プンプン、めっちゃいいよ動き。いやいや、ありがとう。ありがとうございます。人生楽しい、島のさ、本当に人生楽しく生きてると思うんだよね。スーパーポジティブシンキングだよ。今はわざとあの滑舌悪く言ったの、もう一回ね、スーパーポジティブシンキングだがね。嘘だよ、スーパーポジティブシンキングでございます、本当に。よいしょ、かわいい、ありがとう。照れるじゃん、取れるじゃん。え、じゃあシーマナのね、もうみんながじゃ優しいこと言うから、シーマナの新しい、あのちょっとあの本当にいつも使ってるやつはあっちなの、みっちゃんからもらった方 の香水なんですけど、ちょっとあの何、夏用のちょっと変える、なんていうの、ちょっと味変みたいな。たまにちょっと気分変える時のための香水買ったから見せてあげるね。でも期間限定で売り切れてるんで、まだ開けてないんだって感じだけど。かわいそうな人、本当に？それはみそが優しいからだよ。白じゃないです、シーマナ女の子、女の子なんですけど、まあ、知ってるか。なんかね、めっちゃラブリーなお店で買いました。こちら買ったところはででん、ジェルシティアートさんです。ジェルさんの香水をシーマナ、これ毎年買っちゃうんだよね、本当に。いいで、前回がなんか15ミリ買ったの、10ミリだったかな、マジで本当にコロンちっちゃいの買ったのね。なんだけど今回はあの結構大きめの、こちらジェルシチュアートクリスタルブルームサンシングピアブルーセントオードパルファン 30ml。 前回じゃ10ミリだ、10ミリあったかな、
やつで、今回は30ミリを買いました。そうです、まあなんか小物が買いそうな感じですよ今回買ったのは。ドゥドゥドゥじゃん、めっちゃ可愛くないこれ、やばくない、なんかフォルムがもうなんか天才なんですけど、そう天才なんですけど、これにチャームがついてて、なんか結婚式なんか反応する人もそうなんだけど、なんか結婚式の、まあ、6月をなんかモチーフにして作られてるので、ちょっと水色な感じにこのなんか雨のこのこれをなんかこうここにね引っ掛けて使うんですよ。引っ掛けて使う飾りなんだけど、なんかこういう感じ、ここに雫みたいな感じでなんかつけて使うやつなんだけど、やつか売ってるかな、いやマジで売り切れで、これ本当に去年もね予約して買ったんだけど、これね本当にいい匂いで、あめっちゃ可愛くない、じゃ写真撮ろう、これこうやって写真撮ってインスタ上げよう、めっちゃ可愛いわ、ちょっと自画自賛。さなんかね匂いは結構男性でもつけられるのかな、ちょっと待ってね、えなんか結構甘いかも、あうんでもなんか結構柑橘系の気がする、なんか私ローズとかあんま得意じゃなくて、でシエモナがつけられるから結構ねなんか甘めなんだけどちょっとさっぱりしてる感じの匂いかな、うんうん、いや男性はあー使えるかも、うん結構男性も使える、今回のこれは前回の白のやつ結構高いんですよ、あれ1万円超えてるんだけど、ゆきちさんコスメなんですけど、こちらが6000円ぐらいだったかな、税込み6000円ぐらいでね、結構ねレーズナブルなんですこちら、なんかジルさんって結構コスメ高いんだけど、これも結構安くて期間限定、いろんなシーン、そうだねなんか夏っぽい、なんかイメージ夏とか春とかのシーズンな感じだから、匂いの感じがなんかイメージは海を浜辺を歩くノースリーブの麦わら帽子の白いノースリーブワンピースのすごいなんか爽やかな女の子がつけてる感じそう上の毛の毛が高そう、えねこれ結構高そうだよね、めっちゃ綺麗なんだけど、キラキラしてる、かっくんほしぴーこんにちは、うんみっちゃんに教えたらあーだって、何あーって言ってた、うんうん、なんかねなんだろう、白いなんかすごいなんかすっごい爽やかな女の子が浜辺をこうパーンって走った後にふわーって風に吹かれて麦わら帽子がパーンって飛んでいくのであーってなった時にあのこうふって男性がこうそのに麦わら帽子を取って渡そうとした時にふって香る匂いラサイだったら誰がつけるっていうか、新物しか多分これ持ってないんだよね、毎年これ買ってて多分新物しか持ってないから、で新物の匂いだと思いますやばい、そうっていう感じ、うん、ジェルのミラーいいよねめっちゃ使いやすい、そうノースリーブワンピーなんかすごいあの3段フリルみたいな、なんていうの、あ3段っていうかこう切り返しが3個ついてる、すごいなんかこうファーってした、うん、なんか白いワンピースそう、うん、19年の時につけたあの匂い好き、あれ何、え何の話だ、2019年につけてた香水、あジルのあれめっちゃ安いよ1500円ぐらい、あれジェルのめっちゃ安いよ、えてかあれは持ってる普通に、柑橘系今つけてんだけど、それのあの多分その時つけてたやつは好きだったんだよね、あれちょっと待ってね、ジェルスチャーと香水、えめっちゃあれね安くてね導入しやすいやつ、うん、ねえ待って、クリスタルブルームのクリスタルブルー、え待って待って待って、アマゾンで3000円になってるんだけど、これこれがアマゾンで3000円になってる、え嘘、あヘアミストの方だ、これ
なんか3000円で部屋飯とかやるから、新物と同じ匂いになりたい人はこのアマゾンで3000円になってるクリスタルブルームスの部屋飯にしてください。安いわ。はい、なんかねもっと薄くてなんか癖がないかも、ヘアミストの方が。うん、ジャンキンキングとピラニット、嘘、今日対バンだったよね、スピスピさん。いいな、ジャンキンキングとかもバチ盛り上がらん。なんかさ、すごい思うんだけど、スピスピさんたちライブ派なの。ライブが最高なグループだなって思ってて、なんかアプリミュージックとかでもめっちゃ聞くんだけど、ピラニットとかもなんか聞いた時、聞いた時もすごいいい曲なんだけど、のライブはそれの100倍から数千倍なんか楽しいんだよね、盛り上がる、本当に楽しい。うん、そうなんですよ。ポイポのこんばんは。前回使ったのはどれだろう、あ、ホワイトフローラル、ジェルシチアード、ホワイトジェルシチアードオードホワイトフローラルローラーボール 10g。でも私が好きなのはジェルスティアとオードブルーミングペアローラーボール、これね後で出たんですよ、2019年後に。これが結構柑橘系で好きか、まあ匂い比べた方がいいかも。でもベストセラーのやつがね一番なんかジルの匂いって感じ。うん、あと1曲やったらしいんですけど、何だったんだろう、それはすごい気になる。うん、そう香水サムライね、何サムライって、サムライつけてんの。うん、うん、島の中でっかいリュックショってアルバムのポスター前でこごんでる写真見た、かわいい。なんかあれさ、結局いいね400行って、でなんか有名人がリツイートしたって意味が分かったの後で、あの私よりフォロワーが多い方がいらっしゃって、応援してくださる方が、その方がリツイートしてくださってた。うん、あー多分なんとかデイズ、これさ読めなくていつもなんとかレイズっていつも言っちゃう。ファブレイズの香水いいよね。ローラーボールさ持ち歩きやすくて、だから私シーマナさんはね去年はこれのローラーボール買ったの、3000くらいなんだけど、でもこっちの方がね量が多いんだよね。3倍入ってて6000円で、ローラーボールは容器内とかも、容器内が実際1000円でみたいな、中身がとかなんだと思うんだけど。うん、ヒーカーかわいい、ありがとう。ありがとう。ヤッホー。うん、ローラーボールってのがなんかこのこれぐらいのやつで、こうやってコロコロってつけ持ってるかな、チームの結構持ち歩いてるんですよあれ、だからいろんなとこに入っててさ、どこに行ったのかさ、ちょっといっぱいあるんですよね、シーマナさん。うん、なんですけど、まあでもなんか白が一応やっぱ白がなんかこう自分の中のもう今一番好きなやつで、でこれがもう本当に毎年 年一で出て、もう本当に大人気商品、大人気なのに期間限定でもうすぐなくなっちゃうね、このジルのやつ、これはもう毎年買うって感じ。そう、君がれちゃんバナありがとう。ローラーボールはね持ち歩きやすいからね、で1年で大体1本ぐらいしか使わんから全然それでいいと思う。マジいいよ、本当にいい匂い。うん、マジでいい匂い。だから新物今この匂いしてます。夏はこの匂い。、うん、めっちゃいい匂いする、うん、ダラも結構いい匂いだよね。うん、やっぱでも香水ってなんかするとね、人に迷惑かけないぐらいの匂いの香水をするとテンションが上がるの、すごいなんか今日一日すごい頑張ろうってなるから本当に飲んでしくなる。田中かなたありがとう、ありがとうございます。なんですね、今年はこれを買いましたっていうね、そう報告。なんかみんなの前じゃないと今日開ける機会なさそう、なんかね開けてなかったんだよね、買っておいたんだけど。よし、だから大体品質的には白白白白ジルみたいな感じでつけようかなって思ってます。白白白白ジルね、なんかすごいさ、つけてないと逆にねどんよりしちゃう、なんかわーつけるの忘れたってなっちゃうから、つけるとテンション上がるなって思いますね本当に。うん、香水は結構つけ忘れちゃうことが多くて、私は
なんかメイクとかってさ、絶対まつげやってアイラインやってとかあるじゃん。あん中に私まだ入ってないの、香水が。だから入れるようにしなきゃなって思っております。うん、マスクしててもコーヒーが匂いがすると強いと思っちゃう。確かにね、あんま人に迷惑かけないぐらいの。でオードパルハン系が一番いいんだよね、結局あのすぐ匂い消えるから。あ、これオードパルハンだ。オードパルハンって香水じゃないの。香水ってなんかあのファーストセカンドラストみたいな、ファーストミディアムラストみたいな、なんかあんじゃん。匂いがだんだん酸化して変わっていくんですけど、で一番初めがじゃあローズの香り、2番目がなんかじゃあローズとかちょっと匂い変わってなんかフローラルの香りとかあるんですけど、2時間後はとかあるんだけど、オードパルファンも一回パーンっていくともうそこで終わりなの。シューって下がっていくの。そうだからね、本当にさつきのお付きありがとう。なんだろう、なんかこう柔軟剤ぐらいの雰囲気でつけたいならオードパルファンがすごくおすすめかなって思いますね。うん、7世のセイントドリーム、シモのね、やっぱ黒絵のね、ローズが好きかな。一番ローズの匂いダメなのに黒絵だけはめちゃくちゃいい匂いだと思うんだよね。おからこんにちは、キミグレちゃんありがとう。流れも、でもね持ってたんだけどね、もう使ってないわ。あ、2019年もしかしたら黒絵使ってたかも。どっちだろう、匂い嗅いでみて。うん、そう黒絵か。黒いはねマジいい匂い。うさみめこんにちは。うん、オードパルファンはすぐ匂いが消えちゃうから、だからやっぱりねローラーボール買う方がおすすめかも。これより、これはもうほんと家で一回つけて、と飾りかな、もう可愛らしさで。で、あのやっぱローラーボール持ち歩くのが一番いいかも。耳つけてる今シーホだ、真面目にめっちゃ喋って耳ついてるの今、めっちゃおもろくない。うん、ベリースリーピーな、かわいい。シモナちゃんそう眠たいの。うん、なぜかシモナって呼んでよ。皮取ってありがとう。そう、耳が今ね4つあるの。てか今日誕生日の人来てなくない？寝ちゃったのかな。なんかね、遠くの時に「あ、じゃあ夜行くね」って「夜おいでね」って「行くね」って言ってたの。てか普通に結構長くのファンの方なんだけど、今いない気がする。うん、香水はね、香水はあの足元だよ。本当に一番いいのはあのふくらはぎとかにつけてもいい。あのね、顔元だと電車とか乗るとこの辺みんな匂いするじゃん。あれってやっぱ臭いと結構頭痛くなっちゃうから、足とかにつけたりするの。ストッキングとかにつけるとなんか足元から匂うから、歩く時に匂うの香水って。だからその歩く時によって、あ、すごいお上品でいい匂いするってなって、あの人めっちゃ綺麗ってなるの。だからこの辺につけるよりも本当はあの足元とか動脈が近いところとかがいいんですよ。うん、手間ないわ。スヌーピー牛じゃない。うん、ヨヘヤホンがいいですよ。本当ここだとなんか匂いがきついって思う人いるから。うん、そうなんですよ。足元がなんか自分も罪悪感ないし、歩いただけ自分も匂いが上がってきていい匂いになるから、足が一番いい。香水初心者の人はマジで足の方がいいよなんて思う。うん、うん、みっちゃんが香水使ってくれて喜んで、本当に。そうなんですよ。でも本当にみっちゃんがくれた香水はえ、マジであれなくなったらもう一回自分で買おうって思ってるぐらい、すっごいねマジでお気に入り。なんかね本当にいいんだよね。なんか味変のためにいろいろ買うけど、結局原点はあそこなのかなって最近思いますね。うん、手首は実はね、あ、そうなんだ、なんでダメなの。うん、ありがとう。あ、てかもう56分だね、その時間は。じゃあランキング読んでいきたいと思います。あ、ちょうど変わったし、ランキングいいじゃん。ゆい第3位からりんたろー、ぴょんぴょん。そして、12位がミッキー、ミッキーだ。そして11位がレフ版新物の部屋っていう香水があったら爆買いします。新物ね、部屋無臭なんだよね。あ、でも新物結構ね本当に匂いが好きなの。私匂いフェチだって一回言ったことあると思うんだけど、マジで匂い好きで、
あの部屋に置いてる芳香剤ある、後で教えてあげるわ。あと10位がポレリ、シマノンデルタ時間が早い、一緒にいたら多分すぐに吹ける、やばい、それは辛いね。そして9位がドラッキー、今日めっちゃ釣られる、もう一回釣って、大好きだよ。ちょっとリップ薄くなっちゃった、うん、喋ると結構薄くなっちゃうんだよね。そして9位がエイン、暴走してても CM の全工程限界だからね、昨日と変わんないでしょ。7位が見えない、いつも殴られてるよ、バカンバカン。そして6位がケンクワー、ありがとうケンクワー、ヤッホー、ありがとう。で5位がマコマコマコ、ありがとう。で4位がジェンタン、シーマの最高生のワンマフーイ。そしてじゃん、3位がトモ、ありがとう、ザク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 、ありがとうございます。じゃん、2位がヨッピー、ありがとう、ありがとうございます。ジキ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 。1位フッシー、シーマノに即死、ね、やばい、即死、シーマノのあだ名パクったな、即死したい。ありがとう、全然ツンズシ、いけ、バチ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 、ありがとうございます。いったかな、シヤマの部屋の芳香剤ね、シヤマの部屋の芳香剤はあった、ラボンのゲイルタイプシャイニームーン使ってます。なんかこれね、あの西村さんマジでいい匂いするのよ。で西村さん何使ってるんですかつってで聞いた時に、なんか確かこれってその、でそれから買ったらマジでいい匂いで、このラボン、あ、よ、飛んでんな、ラボンのスーパームーンも良かったんだけど、確かこれも良かったな、フレンチマカロンめっちゃ良かった気がする、これこれめっちゃいい匂いだった、これラボン、ラボンマジでいい匂いだった、これ使ってます。でもね、あんまりたくさん売ってなくて、いつも、うん、本当にいい匂い、これ好き、島田と同じお部屋の匂いにしたいな、どっちか買ったらいいと思うよ。そんな人いるかな、島田と同じ匂いにしたい人。ということで、高いくらだ、ちょっと待ってね、そんなに安くはないのこれ、確かに、でもすごい高いわけでもなくて、700、708円、うん、どっちだったかな、シーマナ確か白だと思う、買ったのは、うん、白が結構好きだった気がするな、シャイニームーンだった気がする、私が買ってんのは、でもピンクもいい匂いだった、そう。ということで、皆さん今日は来てくれてありがとうございました。あ、今匂い嗅いでみて、嫌いな人嫌いだと思うし、やっぱり匂いって好みがあるから、シーマナ本当に匂いフェチだからさ、ハック、うーん、クリエイトで売ってた気がする。ということで、今日も来てくれてありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ、いい夢見てね、チュッ、ヨッピーありがとう、ありがとう、バイバーイ。ちょっとのバラ、ありがとう、バイバーン、ピューピュー、バイバイ、おやすみなさい。